石垣ラジオ。この番組は石垣島のパイン農家ラッキーこと荒木俊之と、毎日アースクリーンをしている合同会社縄文企画の田中秀則が、石垣島の魅力あふれる人物をインタビュー形式で深掘りしていく番組です。はい、石垣ラジオです。石垣ラジオです。ちょっと声おかしくね、声が2人ともちょっとガラガラっとちょっとオカマっぽい声になってますけど、ラッキーさんの方がちょっとあれですね。そう、今日俺、ね、今日来た今日来た、うん、今朝からなんか喉イガイガすんなと思って、はいはいはい、僕一昨日の朝起きたら、ああそうなんだ、はい、もういや最近天気良くて、はいはい、ちょっと乾燥してたと思うんだよね。ですかね、うんうん、でまあ酒飲みすぎてそのまま寝たからちょっと油断もあったと思うんだけど、うんうん、それもう本当に気をつけてください本当に。いやいや、はい、そういえば何、今年の感じがもう、はいはい、出たって、なんかそうですそうです、うん、今日発表されてて、おうおうおう、えってなんかちょっとね、なんだろうな、あのあその字っていう感じだったんですけど、おうおう、何だったの結局。金ですね。金っていうのは、はい、何の金。ゴールドの金です。あ、ゴールドね、はい、あのコロナだからあれの金じゃない、あれの、はい、ウイルスの金ではなくて、五輪の金メダルや、はいはいはい、各界の金字塔繁栄っていう、うん、なんかちょっとなんかしっくりこないね。そうですね、うん、ちょ誰選んだのもう清水寺の人。あ、清水寺の人が選んだ。まあ願掛けみたいな感じだとは思うんだけどね、はい、ちょっと縁起のいい文字にしてちょっと暗い雰囲気を、まあまあでも暗いのも結構ありますよね、その年を反映するっていうのは、はいはいはい、あ、暗い時もあったか。だって去年とか密ですよ。あ、そうだよね、密だったね、うんうん、去年ね。そうそうそう、あれそういえばヒデも毎年やってなかった、はい、なんかそういう、あ、そう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 、でそう、その前に、うんうん、あのね、金、今年のだから1位が金で、うん、2位が車輪の輪なんですよ。車輪の輪、車輪の輪、あ、自転車乗りは、はい、それでなんかちょっとざわつくわけや。そう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 俺全然ピンとこなかった、まあ、まあ五輪の輪なんですけど、あ、まあそうだよな、うん、今年そのあの BMX の競技で、はいはいはい、ああそっかそっかそっか、日本代表で出た子が、中村輪夢っていう、はいはいはい、また名前が輪夢って、輪夢っていうのが自転車の輪夢、車輪の輪に夢なんですよ。ああ、そうなんだね。そう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 、お父さんが自転車乗りで、なるほどなるほど、で息子がもうね今超、はいはいはい、あのスーパースターなんですけど、うん、輪がなったらすごかったなっていう、ちくしょうって感じ、ちくしょうって感じですね。なんだ金はって感じですけど、まあ、うん、まあ俺的にはどっちもピンとこないって感じなんだけど、うん、あ、でもねやっぱりみんな納得してないです。あ、そうなんだ。ヤフーの今ニュース見てるんですけど、納得がアンケートみたいな、そうそう、たったの 12% で、あ、マジで違う感じの方がいいが 88%。 あ、そうだよな、うんうん、まあ、さっきの話に戻るけど、それで言うとヒデは何だった、はい、今年の感じ。ね、僕は、振り返りじゃないんですけど、おうおう、前話しましたっけ、何、1月2日の秋染めの日に、そっかそっか、そう、年明けか、一文字っていうのを、ここもう10年ぐらいかな、毎年決めていて、はいはいはい、で、まあ、その1年はその一文字をこう意識してというか、その一文字を、うん、にこう、まあ、まつわることをやっていくっていう、はい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 、なるほどね、ことにしていて、あ、じゃあ今考えてるぐらいな感じ。来年はね、来年の2022年は、うんうんうん、ちょっと今考えてるんですけど、ちなみに今年何だったっけ、ヒデ。今年はね、僕あのここに書があるんですけど、ああ、磨くという、磨くなんですよ、字だね、はい、あ、磨きました。どうですかね、どうかなって感じでいやでもだいぶ、はい、うん、頑張ってった気がするけどね、なんか、まあ、いろいろ動いてきたよね、うん、でもね、そうですね、状況は、うんうん、だからこの磨くっていうのは、うん、やっぱりその、まあ、地球を磨くっていうこともあるんですけど、あ、なるほど、はいはい、あの自分自身を磨くっていう、うんうんうん、ところもあって、はいはいはい、まあ、どこまでできているのかっていうのは、なるほどなるほど、まだまだかなっていう思いもあるんですけどね、あ、まあまあね、自己評価は、はい、そうだよな、あんま高いのも良くない気もするし、うん、はいはい、そのぐらいの塩梅がもしかしたらいいのかもしれないけど、はいはいはい、それで言うと俺なんだろうな、うん、今年ね、一文字難しいけど、まあなんか、はい、自分の中のこの単語で言うと、うん、はい、独立かな、独立、うん、お、独立した、はいはいはい、まあ、立つとか、立つ、そっちとかかな、一文字にするなら、おお、うん、やっぱりこう、うん、ずっとサラリーマンみたいな感じで来て、はい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 、
で、まあ、初めてその会社というものじゃなく、うん、はい、まあ、自分の、はい、事業としてそうですね、うん、やるようになっていろんなことがやっぱ違うなというのがよく分かったんで、うん、それが良かったかな、はいはいはい、すごいですね、うん、違いが分かるとやっぱ、うん、その動き方も、はい、もう今まで通りじゃダメだなみたいな、うんうんうん、すごいよく分かってきて、はいはいはい、うん、そういう年だね。来年はなんかその、はい、うん、もうちょっとブーストしたい、ね、なんか加速させたいね。おお、いいですね。いろいろ、はい、いろいろやろうとしてるから、来年も、うんうんうん。そうですよね。年明けからというか、もう年末から始まりますけど、そうだね。新しい取り組みも始まりますもんね。うんうん、そうそうそう。はい。まあまあ、いい年になってるな、という感じ。うん、個人的には、うん。いいじゃないですか、いいじゃないですか。なんかぜひ、その、今年の一文字を、うんうん、年末に考えておいて、うん、僕の場合は、それを家族みんなでやるんですよ。うん、ああ、そうなんだね、はい。発表するの。そうそう。まあ、家族って言っても僕は一人なんで、あ、まあ、その向こう、向こうの家族 ね、うん、ね。向こうの家族で、実家に帰って、実家ね。うん、で、二日の日に、うん、まあ、いろいろ弟家族とか妹家族とか集まるじゃないですか。はいはいはい、うん、で、おいっ子がいたり、姪っ子がいたりするんですけど、みんなで一人、一文字書くんですよ。家族の、その集まっ、毎年元旦とか、正月集まって、やる行事なんだね。行事なんですよ。で、その一文字ずつを、はいはいはい、寄せ集めた紙を飾って、実家に、一年間それを、はいはいはい、飾っとくみたいな。なるほどね。で、みんながそれ見て、まあ一年後、ね、どれだけそれに、なるほど。なんだろう、その、そういう話もするわけね。そうそうそう。まあ話は振り返りはね、あんまり正直しないけど、一応その、二日の日に書くっていうのをやってて、うん、なんかそれがすごい、僕の中でも、ね、すごいいい感じに作用してるというか。あ、でもいいんじゃない？なんか、家族でそういうのやってるのめっちゃいいよね。うん、ね。うん。というわけで、ゲストさん来ましたね。ゲストさん来たんで、はい、オープニングはこんな感じで終わります。はい。お楽しみください。はい。はい。徳さん。徳山高弘さんの、はい、第2話2話ですね、うん。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。で、ね、まあ、就職したりなんだりで、はい、で、まあ、書に出会って、はい、で、パフォーマンスにも出会って、はい、っていうところで前回の話は終わってると思うんですけども、はいそね、はい、そっから実際はどういう活動をされていたんですか。はい、そうですね。まあ、本当に多岐にわたるんですけど、はい、僕がまあすごい衝撃を受けた、まあ、舞台芸術をやってはる先生が、はいはいはい、と出会ったのがまずファッションショーをやったんですよ。ファッションショー、はい、でファッションショーなんですけど、はい、ファッションショーで、でもその方は、造形大学の先生をされてて、あ、造形大学ファッションですけど、コスチュームアートという分野があって、はい、コスチュームアート、はい、ほうほうほう、だから衣服が、まあ、その芸術作品として造形するっていう、はい、まあ、もちろんそれファッションもできるんですけど、はいはいはい、言ったらその一般のアパレルとか、うん、ブランドとかっていうのとまたちょっと違う。それちょっと僕がこの間主催してやらせてもらった、はい、石垣ハロウィンっていう、はい、もしかしたらちょっと通ずるところがそうですね、あるのかなと思って、うん、あると思います、はい、あると思います、はい、まあ、あれはね海洋ゴミをまとってっていう表現ですけど、はい、うんうん、そうですね、うん、そうなんかでやってたので、はい、なんかそのファッションショーが普通のファッションショーじゃなくて、はい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 、なんかこう、まあ、コスチュームアートパフォーマンス、コスチュームアートパフォーマンス、まあ、言ったらファッションショーなんだけどパフォーマンスにこうかなり近い感じのファッションショーされてるのを見たときに、はいはいはい、まあ、こんな世界があるんだってはいはい、はい、なったんですよね、うん、で、まあ、結局自分は多分こんな世界があるんだっていう発見をし続けたいというふうに思った、うん、なるほどなので、うん、なんかこの表現だけを突き詰めたいっていう人ではないと思って、でまあ、ショーのパフォーマンスもやるし、はい、まあ、ファッションショーの演出、うん、舞台演出も教えていただいたし、まあ、ファッションのことも教えていただきましたし、はいはい、まあ、だからショーもするし、うん、でまあ、そこからいろんな芸術の先輩に衣服もそうですし、はい、うん、まあ、美術造形美術だとか、はい、音の方とか、はい、まあ、いろんな方に出会う中で、うん、まあ、自分もちょっと美術をやってみよう、はいはい、まあ、パフォーミングある舞台演出をしてみる、自分も出演してみてやってみるとか、うん、まあ、日本舞踊の先生に出会って今もやってるんですけど、うん、ずっと日本舞踊の稽古をつけていただいたりとかしてっていう、いろんなエッセンスをこう獲得していくのが割と好きな感じ。そうですね、好奇心ですね。そうです、好奇心ですね。そうなんです、そうなんです、
好奇心で生きてるって言われます。本当に最高っすね、はい、石垣も好奇心でやっぱり来てるっていうのがあります。あ、そうなんですね、この人と土地と、はいはいはい、ここにある文化と、はい、結構好奇心高い人には面白い島ですよね。そうなんですよ、めちゃくちゃね。そうなんですよ、うんうん、本当にそうです ね、はい、でそっから、はい、なんだ、例えば、はい、普通に舞台やる人だから、はい、うん、劇団みたいなのがあったりするじゃないですか。なんかそういう、もう基本的にご自分でプロデュースされてやり続けてるか、はい、そうですね、もうそこから一応フリーという形で出してもらって、はい、初めはまあ、自分の先生だとか、はい、いろんな方に、まあ、ついてアシスタントさせてもらったりとかして、うん、でもショーはなんかまあ割と自分でこう商業施設とかでパフォーマンスのご依頼をもらってするとかっていうお仕事の成り立ちとかもあったりとか、はいはい、台紙を書くとかっていうのもやったりとかしてて、はいはい、ただなんか自分は演劇はあんまりしない方なので劇団とかいうのにはあんまり所属はせず、その何だろう、基本的にこうプロジェクトベースというか、はい、その企画ベースでその時に人を集めて、うん、はい、で1回で終わりみたいな、はいはいはい、形で舞台はされてるような感じですか。あ、そうですね、下積みというか、うん、始まりは、うん、そうですね、自分でなんかこうメンズパフォー、メンズファッションショーを企画して、はいはいはい、なんかメンズのファッションショーってないあまり聞かないから、なんかもっとファッションってこうだよとかっていうところから、はいはい、世界ってもっとこんなに広いよみたいなことが、まあ、初めは主張したくて、最初はで自分でイベント企画してやるっていう感じだったんですけど、はい、割とそれはまあなくなってきてというか、まあ、いろんなご依頼をいただけるようになったので、まあ、お仕事としてのご依頼で、うん、それどういう感じの依頼なんですかね。まあイベント出演という感じですね。例えば、まあ、ショッピングモールとかだとか、大きいものに出してもらったのはなんか G7 伊勢志摩サミット。あ、そうなんですか。ほう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 。まあ、政府側じゃないんですけど、はい、NGO って、あ、 NGO、 市民団体の方で、うんうん、毎日こう文字でメッセージを主張するっていうので、なんかメディアに取り上げてもらう、書家としてっていうのをしたりとか、結構まあ仕事はいろいろ、まあ、そのお店にまあちょっと大きな作品を書くとかっていうのがあったりとかして、割とそういう個人作業というかに入ってたんですけど、あとまあ今はちょっと控えてるんですけど、モデルの仕事をやっていて、モデル、事務所に所属して、はいはい、まあ、ウェブ CM に出たりとか、なんか空港のポスターになるとかっていうようなこともやったり、割とちょっと一時期そっちの中こう商業的な活動に、なるほどなるほど、はい、近年は走ってました。へ、それはその自分のやりたいことをやるためにお金を稼ぐみたいな感じで。まあ、一応かぶっていて、うん、あ、こんなこともできるんだ、こんなこともできるんだっていう楽しくなっていく時期だったと、うん、あ、なるほどなるほど、はい、入り始めちょっとこう興味そうです、ね、持ち始めて、はい、でこんな人も仕事できるんだとか、うん、まあ、こんなところの舞台演出もさせてもらえるんだとか、うん、なんかこう、うん、大きな学園のイベントのショーとかもさせてもらったりとかして、うん、そうで なっていくんですけど、まあ、やっぱり自分もともと自分の先生というか、はい、こんなクリエーションがしたいって、はいはいはい、どこまでイマジネーションとクリエーションが、うん、その最初のファッションとパフォーマンスが混ざったような、はい、衝撃を受けるようなものがしたいなって思ってるので、あ、まあ本書はこっちではないなっていうのはあったんですけど、でも、まあ、もちろん勉強にもなりますし、はいはいはい、まあ、この先にっていうふうには思ってやってました。要素としてなんかちょっと吸収したい部分があるとか、はいはいはい、その中でチャレンジしていくっていう、なんか今っぽいというか、はい、いろんなものをこう掛け合わせてなんかイノベーションを起こすみたいなイメージですよね。なんかそういう表現をされたいのかなっていう、もういい言い方で言ってくださるとそんな感じで、はい、そっかそっか。でご自分ではでもそういう団体みたいのを作ったり所属したりしてないわけですよね。そうですね、まあ、事務所に所属した以外は、まあ、それも一応個人契約っていう形なので基本的にはもう本当に個人で、うん、ってなるんですけど、まあ、団体として立ち上がってないんだけど、うん、まあ、つながりがあって、うん、はい、なんかなんですかね、この先生が何かするってなったら、はい、みんなでここに集まってやるとかっていうスタンスは、うん、あ、そっかそっか、その誰かが声を上げた時にそこに参加することもあるし、はいはい、自分で声を上げる時もあるしみたいな、ね、そういうこともありますね、はい、でその活動する場で割とその横のつながりとかが結構、うん、そうですね、がっつりあるって感じですね、うん、そうですね、はい、
関西のまあ芸術もまあそこまで広くないと思いますので、やっぱ知ってる人の知り合いはみたいなのもありますし、実際に例えばどういうところ行かれたりしましたか。行かれた、今日国内ですかね。そうですね、国内で、まあ、行かせてもらって、さっきもお話したフィリピンの、ダバオの、あ、フィリピンか、ジャパンビッグジャパンデイみたいなイベントがあって、それはショッピングモールでやってる日本人の、まあ、文化人を呼んでやるっていうところで、まあ、パフォーマンスをさせて、まあ、その時はちょっとチームでやったんですけど、やらせてもらったのと、なんかまあパリでも1回、それもまあ自主企画なんですけど、やらせてもらったのと、あとはニューヨークのダンスカンパニーとすごいご縁があって、ダンスカンパニー、ダンスカンパニー、あと、まあ、カンパニーというかそれはダンススクールみたいな、はいはいはい、なんか夏になったらダンスキャンプが向こうはすごい盛んで、夏の時期にそのダンサーになりたい子たちがいっぱい、いろんな夏季講習的な感じですね、はい、いろんなダンスキャンプに参加するみたいなへって、その一つ の、あの主体の方々がすごい仲良しなところがあって呼んでいただいて、まあなんかパフォーマンスしたりとかありました。じゃあ行けなかった世界旅行に、そうですね、ね、そうですね、行けてきてます、ね、そうですね、そうなんですよね。実際今こうやってきたこう表現って何個ぐらいあるんですか、ね、今までジャンルにしてってことですかね、じゃ、まあ、例えば書、はい、で何、舞踊、何、日本舞踊とか、ね、日本舞踊、書、日本舞踊、まあ、経験したということで言ったら書と、日本舞踊と、で、コーポリアルマイムっていう、まあ、身体表現、パントマイムとは違う、そうなんですよ、パントマイムっていうのはマイムの一つの部分になっていて、そのマイムの祖と呼ばれるものが、元になる、はい、コーポリアルマイムという演劇人のための身体表現っていう、っていうのがあるんですね、はい、のがあって、でまあちょっと、モダンダンスみたいなことをやったりとか、でまあ、美術というかインスタレーションっていうのを、聞いたことあるんですね。なんかその美術っていうとすごく広くなっちゃうんですけど、もうちょっともう限定的な感じなんですか、そのインスタレーション。そうですね、インスタレーションっていうのはその空間にこうその作品が展示されることで、時間とともにずっとその空間とか作品が変化し続けるっていう、なんか展覧会とかで例えばショーポンと置くと、もう展示したものとか、展覧化されたそのもう設置されたものなんですけど、まあ、動的な展示といいますか、動かなくてもいいんですけど、なんかその空間が、まあ、あの見に来る人たちにとってずっとこう変わり続けているというか、変化し続ける反応が起こり得るというか、相互反応、まだなんかイメージがしない、ね、そうね、ちょっと説明があるんですけど、難しい、理解がちょっと難しいですけど、ちょっと なんで調べたらいいですかね、インスタ、インスタレーション、インスタレーションで調べたら分かりますね、聞いてる人はググりながら聞いてください、ね、すいません、ちょっと難しかった、すげえいろいろあるな、まだまだあります、いや大体そんな踊りデートですね。なんか聞いてると、はい、その今は割とファッションというよりは踊りの方にだいぶ力が入ってきた感じですか、ね、そう、踊り、そうですね、まあ、パフォーマンスですね、これはでも実はずっと変わってなくて、はい、書もなんかこう書のパフォーマンスがまあやりたかったっていうか、あ、そっか、書いた書というよりは、はい、その書いた書とそれを書いてる自分とみたいな、その空間を表現したい、僕あの徳さんと前回そのあの一緒にアスクリーンした後に、はい、やっぱりどういう人かってすごい気になっていて、はいはい、で Facebook かなんかでこんなイベントやりますっていうので、はい、どっかのお寺かなんかで、はい、あのパフォーマンスされてたのをちょっとだけ、はい、あのあ、はい、出させてもらったことがあって、すんごいかっこいいですよ。あ、そうなんだ、はい、それはちょっと前衛的な感じ、あ、前衛的な感じですか、はい、ちょっと舞踊、舞踏、舞、あ、まあ踊り、説明しますか。あ、どうぞどうぞ。あの僕お寺に、まあ、あの暮らし、お寺で暮らすということをしていて、あ、そうなんですか。そうなんです。大阪の、京都の山寺で、もしかしてあのあれじゃないか、龍玄さんじゃないですよね。あ、龍玄さん、あ、龍玄さんで、あ、すいません、はい、実験寺っていう、あ、そうそう、はい、京都にあるんですね、はい、そういう、はい、京、まあ、京都 の、 あの本当にご縁で仲良くなったお寺で、山寺っていうか、まあ、ちょっと山にあって、あの、まあ、住みたいって言ったら住んでもいいよって言ってくれたので、なんかこう住み込んじゃって、あ、そうなん、はい、すごいですよね、まあ、短期で、まあ、3週間とかですけ ど、はい、でその中で住みながら、ちょっとこう朝のお勤めとかでお経に参加したりしながら、あのクリエーションをするっていう、なんかそれはあの作る表現行為って、暮らしの中にもっとある
と思ったので、暮らしを見直したいと思ったんですよ。そ、暮らしの所作というか習慣とかとか、もう本当に空気もそうだし、食べることもそうだし、なんかもっとあのなんですかね、一般この平野に、うん、あの表現行為とか芸術があるという思いで、ちょっとでも暮らしの中で、例えば竹富とか行くと、はい、毎朝こう、まあ、竹富だけじゃないですけど、結構沖縄の人は朝みんな掃除してるんですよ、うん、意外と、うん、特にああいう集落の人とかはそうなんですけど、ああいう習慣もそうですね、そうですね、拾う所作を、ね、あるし、ああそうだね、でもやっぱあそうかそうかそう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 ね、ここね、マインドとその人間性というか人格というか、うん、そういうものだと思うんですけど、はいはいはい、でいてて、まあ、その山のもので土に変える、うん、あの例えば装飾品、はい、お面を作ったりとか、 あれだね、ルミさんとか、そうなんですよ、一緒だな、はい、ノドルミさんと一緒だ、はい、フラーをやられてるご世代で、ね、はいはいはい、そっか、でいてて、あの、まあ、そこでは、でそこでは、全員国の違う人たちを集めて、アフリカの方々と、はい、ヨーロッパの方々と、で僕と日本人の方々、はいはい、みんな国籍が違う、うん、はい、っていうメンバー集めて、社会にいろんなボーダーがあると思うんですけど、うん、はいはい、まあ、そのボーダーを疑っていくというか、で一緒にやるの、それは。そうです、多国籍の人、うん、はい、あの映画見ました、ドライブインカーっていう。見てないです、ね、あ、それぜひ見てください、はい、それも多国籍の人が演劇をやるっていう映画なんです、はい、おそらくアカデミー賞にノミネートはされるんじゃないかな、はい、あ、なるほど、あ、結構最近のあれなんですね、ドライブマイカーだとか、ドライビングカーだとか、ドライブマイカーだとか、ドライビングカーかな、ドライビングカーか、うん、めっちゃいい、ごめんなさい、ドライブマイカーです、マイカーで、ドライブマイカー、はい、はい、原作は確か村上春樹なんですけど、うん、なんかめちゃめちゃその多国籍の人が芝居をやるっていうところでちょっと今似てるなと思って、ぜひぜひ、そうですね、同じような、ね、考えもあるとは思うんですけど、うん、はいはい、そういう人たちが、まあ、ちょっとこう山のものをみんなでまとって、はいはいはい、なんか誰が誰かわからないような感じとかもありながら、はいはい、まあ、基本は身体表現と、はい、あとご住職にも参加いただいて、うん、お経とか、ああなるほどなるほど、お経音楽を奏でていただいて、まあ、その空間の中でやっていくっていう、だからなんかダンスとかだと、あの音楽をピッて流して音響から流れて、はいはい、1、2、3、4、5、6、7、8みたいな振りを決めていくみたいなことはしない、ね、なるほど、うんうん、感じです、もう結構じゃあその都度その都度アドリブというかインプロビゼーションというか、そうなんですよ、ね、即興的だと思われるんですけど、うんうん、まあ、即興的な部分はめちゃめちゃ多いけども、うんうん、実は割と流れが大きい流れはあって、はい、みたいな、割とフローがあって、うん、こうなったらこうなってとか、ここはみんなでこうなるとか、そのフローの中で、それぞれ細かいアドリブだったり、その時の気分とか、はい、で動きが変わったり、ね、そうですね、うん、はい、はい、これはね、ちょっと見ると、はい、うわすげえ、それはなんか YouTube からとか見れるんですか、あげたんでまた共有させていただきます、じゃあ、ぜひ、これは概要欄に動画リンク貼って、そうですね、ぜひ、はい、ぜひ、はい、ぜひ、本当に、で、そんな徳山さんが、はい、徳さんが、はい、なんで石垣で今回、はい、そうですね、イベントをやると、やるとやるという、まあ、はい、言ったら、12月30日でしたっけ、はい、そうです、に、あの場所も決まりですか、はい、スクジビーチにある、うん、秘密基地っていう、そうですね、はい、あのプライベートゾーンなんですけど、はい、ああそうなんですね、プライベートゾーンなんですね、スクジビーチって、うん、駐車場があるところあるじゃないですか、はいはいはい、あそこではなくて、うん、その、 あの近くに、秘密のキャンプ場があって、ああそうなんですね、もうこんなラジオで言ってるから秘密でも何でもないんですけど、はい、そちらでやられるって、ね、そう、ね、そちらだったんですね、はい、もう最初スクジビーチかなと思ったんですけど、そうなんですよ、はい、うん、これまだ、はい、そのアナウンス自体はそんなにホームページとかではされてるわけじゃない、あ、そうなんですよ、今フライヤーが、まあ、今ようやくできるので、あ、そうなんですね、はい、やっと配信していくみたいな形になるんですけど、うん、はい、でその秘密基地、はい、なんかね、ティピがあったりとか、あ、そうなん、子供たちが本当にあの大自然の中でコロナ禍だけども遊べるようにっていうこと で作ったオーナーさんが、あのすごい素敵な場所を作られて、そう、手作りで開かれた、そう、めちゃくちゃいいですよね、ここも一回サウナとかやらせてもらって、あ、そうなんだ、はい、で、まあ、とりあえず場所と、はい、あれ詳細については、まあ、はい、また概要欄とかに、そうですね、上げさせていただきたいんですけど、はいはい、その、まあ、戻って、うん、なんで石垣でっていうところ、はい、うんうん、そうですね、ありがとうございます、まあ、去年から石垣に、まあ、通うようになった、結構ちょこちょこ、ね、結構来てて、ね、ね、あ、そうなんですね、まあ、来たら、まあ、1ヶ月ぐらいいたり、うん、はい、あ、はい、まあ、とにかく居候なんで、はいはいはい、居候して、まあ、一緒に暮らして、まあ、とにかくさっき言ったお話したその暮らしを見直すっていうことをしたかったのと、はいはい、あと石垣のその土着文化にすごく興味が、うん、あって、これは岡本太郎さんの本を、はいはいはい、岡本太郎さん好きでしたもんね、はい、
で、はい、できててやっぱりあ、うん、なんか ここのもう大自然、はい、まあ、皆さんそうだと思いますけど、はい、もうこの生命力にすごい打たれてしまったのと、で島のまあ移住者の方も含めて、はいはい、まあ、人会う人会う人がやっぱりすごい情熱を持ってたりとか、はいはい、まあ、あの全ての人じゃないかもしれないですけど、はいはい、やっぱり何かを考えてる人とか、うん、まあ、地域のためにっていう人がいたり、その熱が、はいはい、熱量があった時に、うん、まあ、この島の磁力が面白いなと思って、磁力、ね、ここになんか集う何かがあるの、わー面白い、そこに引きつけ、俺もヒデももしかしたらそこに引きつけられて、はい、引きつけられましたもんね、はい、呼ばれましたもんね、呼ばれてる、そう、僕も、うん、僕もそれで、ね、そうですよね、っていうのでなんか磁力か、そうなんですよ、面白い面白い、もうでも多分、うん、全く反応しない磁石もあんだもんね、それ、まあまああると思います、はい、すげえ反応する磁石、はい、そうそうそうなんですよ、あれ来ちゃったら逆にビヨーンって戻されちゃう人もいますよね、そうですね、そうそうそう、ね、それが面白いところなんですけど、うん、はいはいはい、はい、っていう、まあ、あの島の魅了されていて、はいはい、でここ で、 で僕はすごい野外で表現活動をするっていうことが、はい、まあ、最近の思いであるので、はい、うん、もうここだなみたいな、うん、なるほどなるほど、まあ、でもいつかは何年後かはみたいな、はい、にやれたらいいなぐらいで思ったんですけど、うんうん、やっぱ出会いが早い、早い展開が、うん、石垣はこっちは本当早い、ね、繋がったらもう繋がって繋がってみたいな、そしたら素敵な人がもう、あ、もうできるわみたいなってなって、はい、あの、そうですね、はい、で、僕が一人で何か来て、うん、表現活動したいっていうのは全くなくて、うん、やっぱりその地域の人と、うん、でなんかその僕イベントでポンって、うん、出演者の方が来てイベントして帰っていくみたいなのはあんまり好きじゃなくて、なるほど、やっぱりその地域のことを知って、うん、空気を吸って、はいはい、そこの人たちとやるっていうのが最もだと思ってるので、うんうんうん、あのこっちの地域の人たちと絶対やりたいと思ったので、うんうん、そしたらすごい面白い、はい、まあ、さっき言われた古典フランの方もですし、八重山舞踊があったり、ね、琉球舞の方がいたり、はい、エイサーをされてる人がいたり、ダンスをしてる人がいたりってなって、はい、じゃあこれをミックスして、うん、みんなで一緒に一つのものをやりたい、うんうん、で海を眺めて、うん、なんかこう海を眺めると僕思うんですけど、なんかこう恐怖っていうこともそうだし、はい、希望っていうのも含めて、うん、まあなんか無限だなと思ったんですよ。果てしないものが描けていけるのが、うん、まあ、海の彼方なのかなって、はい、なるほど、いないかないもありますけど、って思った時にやっぱそれを眺めてやる景色がすごい浮かんできて、うん、でなんかやらなきゃ今みたいなちょっとルミさんっぽいね、なるほどなるほど、ちょっとルミさんっぽい、はい、だからあれなんですね、その今回 の、 そのフライヤーというか、はい、あのポスターも 海を見てる、はい、あの何人かのメンバーが見てるっていう、そうですね、はい、ああいう、そうですね、あのイメージが、はい、なるほどなるほど、確かにそうですね、でも面白い、なんだろう、もう出来上がったものを、はい、うん、持ってきたくないって感じすごい伝わりますね、なんかね、こっちで、はいはい、作り上げたい、うん、そうなんですよ、すごい、はい、ちょっと皆さんには共演の皆さんにはご迷惑をおかけしているところもあるとは思うんですけど、いやー、飛行機のチケット取り直そうかな、検討してくださいいやでもそのやっぱり他の方たちも、はい、やっぱこう思い通りにいかない経験もいいと思うんですよね、はい、こう、うん、なかなか今までだったら、はい、こうやって発表会みたいなものは、はい、出来上がっていったので、はい、うん、これからやろうとしていることは、はい、多分今までなかったものだから、はい、だからそれをやるときは、はい、やっぱり何かこう、ね、うん、今までと違う違和感みたいなものを通り抜けないと、はい、表現にたどり着けないんじゃないかな、うん、だからその違和感がない方が、はい、逆に不自然なんじゃないかなっていうのはすごい感じましたね、うん、そう思っていただけると嬉しいですね、うん、いや絶対その違和感の先に、うん、多分作品があるんだろうね、はい、そう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 、なんかそういつもやってたと思うんですけど、はい、なんかその踊ってない人とか、はい、別に舞台に出たことがない人とかも一緒にやるようにしてて、はい、ああそうなんですね、っていうのがなんかそのそうなんだ、昨日は今回その例えば充実をやってる、はいはい、あ、柳奈緒さんにも出てもらうんですけど、彼女、まあ、からは歌もできるから、はい、歌もあるんですけども、なんかスカウトした時にキャスティングで思った時に、はい、まあ、立って、うん、背中で並んだ時に、うん、物語れたら出てほしい人だなと思って、なるほどって思ってて、なんで別に舞台に全く出てなくてもこの人物語れると思ったら、はい、一緒にやってみたくなる、はいはい、なるほど、はい、でその実験の先に何があるのかなっていうのがすごい楽しみで、うんうん、なるほど、好奇心ですね、はいはい、うわー、なんか超いいっすね、見えてると、うん、僕の先生に教えてもらったんですけど、うん、見えないからやるんだよっていう、はい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 、
僕もでは見えないし、うん、だからその、まあ、成功とかうまくいくことだけを求めるとやらないかもしれないですけど、もともとそれを前提にはしてないので、どんどんトライできる。極端な話を言うと、そのすごいやっぱ長い時間軸で考えた方がいいと思ってて、はい、もしかしたら、うん、この舞台をやるじゃないですか、うん、はい、ここの先にやったことの意味があるかもしれないですね。ここではちょっとどう、なんかちょっとダメだったなって思ったとしても、その先にやったことによって何かが生まれるかもしれないし、それはないもん、やらなきゃ分かんないですもんね。そうですね、やりたいと思ってやることがすごいやっぱ大事なんだよなっていうのもすごい、なんか人、もっと人生でそういうことが普通当たり前のことにできたらいいなと思う、そうですよね、なんかチャレンジしやすいですよね、それって。そう、なんかこう世間一般のいいと言われてるものよりも、うん、自分がやりたいとか、はい、いいって思っているものに対して、うん、なんか素直に行動していいんだみたいな、はい、そういう世の中の方が多分、ね、これからはいいんじゃないかなという気がしますね、はい、今まではそれじゃダメだったかもしれないけど、ちょっと今時代の変化がやっぱだいぶ、ね、コロナで加速した感があるので、なんかいいですね、超楽しみになってきて、いいですね、本当に。なんか今でもめっちゃ忙しいんじゃないですか、準備とか。まあ、そうでもなく、まあ、はい、まあ、あの、これからですね、稽古もやっぱりその皆さんも人数もたくさんですし、はいはいはい、忙しい方もたくさんいらっしゃいますので、まあ、2週間ぐらい稽古も今空いちゃって、前の月曜日に1回したんですけど、次の稽古はまあ20日とかで、あ、じゃあ結構そうですね、まあ、最後ちょっと詰めて頑張りますみたいな感じで、まだ全貌も明らかにはなくて、そうなんですよ。そうか、はい、僕もあんまり共有が上手じゃなかったりするので、これって僕みたいに例えば参加できない人って、はい、後からどこかで見れるとか、なんかそういうのは、あ、一応映像にして残そうかなっていうのと、はいはい、まあ、ちょっとできたらまあなんかインスタライブとか、なんかライブも、ライブ配信、それやってもらえたらめっちゃ嬉しいかもしれないです。まあ、まあ、携帯でピッて撮るって感じだけど、はいはいはい、やれるならやってもなって思ってて、ちょっと皆さんとご相談して、なるほどなるほど、なるほど、はい、まあ、でもぜひあれですよ、うん、こんなのはもう言ったもん勝ちで、はい、どなたか撮影ボランティアでしてくださる方いらっしゃいませんかとか、もう本当、ね、ボランティアを募集してますなんか多分これイベントの前に流れるんで、そうそうそう、ぜひなんか、こういうところでお手伝いできるよとかっていう人があったら、はい、助かります。なんかぜひ具体的にどういう手助けが欲しいみたいな、今なんかあります？一つは、まあ、統一、まあ、受付してもらったりで、秘密基地 の、はいはい、あの場所が、多分初めて来られる方がたくさんいらっしゃるので、ちょっと誘導の方が欲しかったりとか、はいはいはい、であとはあの展示会、パフォーマンス会場に写真を展示しようと思ってるんですね。はい、で、言ってましたね、これ、一昨日マールを登録させてもらったんですけど、あ、なんか、はい、言ってましたね、はい、出てましたね、マールね、シルバーの人のいろんな来れる人も来れない人も含めて、日々の本当何気ない写真、労働でもいいですし、家の中の写真でもいいし、もらってそれを会場にブワーって展示しようと思うんですよ。で、1年をみんなで振り返るっていう、で、自分の時間と誰かの時間を一緒に過ごすっていうふうにしたいと思ってて、でその写真を送っていただきたいなと。なるほどなるほどなるほど、はい、写真ね、それはデータで送ってればいいんですか？はい、こうプリントアウトしたものじゃなくてもいいですか？はい、データで送ってデータで送ればいいですか？はい、であの一応フライヤーには送り先を載せてるので、うんうん、ああそうです、はい、フライヤーはこれからいろんなところに配る、そうですね、お店に置いていただいたりとか、うん、はい、まあ、ネット上に配信したり、まあ、そうですね、それで言うと、はい、置いていただけるお店を募集しています。そうですね、そうですね、そうですね、はい、ぜひそれも、はい、はい、あとはビラ幕の得意ですとか、はい、うん、整理すると当日の誘導と、はい、あと受付とかと、はい、そのビラ置いてくれる店、はいはい、映像手伝ってくれるスタッフ、そうですね、撮影も、うんうん、ありがたいです、ね、めちゃめちゃいると思うんですよね、はい、この島に撮影得意な人、はい、ね、はい、でもこう会場が本当に正面を、舞台って正面が決まってるじゃないですか、はいはい、見る方向が、はい、決めないでやるので、なんか、そうそう、何アングルか欲しいですよね、はい、動くんですよ、できたら、はい、動くの、お客さんも動いちゃうみたいにするので、うん、はい、まあ、いっぱいいていただけたら嬉しいです。いやー、いいですね。あとはもうあれですよね、あの SNS 等でいろいろ告知をしていただいたり拡散してもらえるのもありがたいですね、はいはい、ありがたいですね。どんなになるんだろうね、楽しみです。僕も一応30はもう開けてますから、嬉しい、ありがとうございます、本当にお手伝い、あ
とうございます。ですね、はい。ちょっと設営的なこともあるので、あ、まあ、全然全然、そういうのも含めて、はいはい、ぜひ、ありがとうございます。いや全然いいっすね。なんか面白そうなんで、うん、でね、ロドさんとかルミさんもこちら知ってるわけだし、うん、そうですよね、はい。また面白いつながりもできるかもしれないしね。はいはい、で会場には一応、うん、あの飲食も。ああ、飲食ブースもだ。クラッチさん、クラッチコーヒー。あ、クラッチさんだ。はいはい。と、さっきお話したひなランさん。うん、あ、ひならさんの、はい。お店出してくれる。はい、豚、まあ、汁とかビーガン弁当とか、まあ、ドリンク、はい、なるほど、はい、あります。いいですね、はい、これ入場料的なものは無料です。あ、無料なんですか。無料です。マジっすか、ね、はい、もう通りすがりのおばあが入ってこれる。あ、マジっすか、はい、まあ、通りすがらないですけどねあそこはねこれ例えばですよ、はい、なんか足がない人とかどうしましょう。なんか送迎やってくれ、なんかこう乗せてくれる人みたいなのがあったらめっちゃいいですけどね。いいですね、いいですね、はい、なんか僕よくアースクリーンのイベントやるんですよ、はい、でその時にやっぱり思うのは、うん、なんか乗り合いで行くっていうのがちょっと楽しいかなって思ってて、はいはいはい、あ、その現地まで、現地まで一、はい、人一台車で走るって結構ね、もったいないじゃないですか、うん、燃料も食うし、燃料も食うし、うん、で最近やっぱり僕あの今車がいろいろちょっと不具合が、そうだね、最近台車で軽に乗ってるんですよ、はいはい、軽自動車、うん、でも軽自動車って今まで乗ったことなかったんですけど、うん、はいはい、あの狭さがね、うん、狭さって言ったらあれですけど、あの狭い空間に4人とか乗って行くと、うん、もうめちゃめちゃなんかコミュニケーション取りやすいんですよ。あ、そうなんだ。あれがなんかすごいいいなと思って、でだから本当に4人まで用に1台軽自動車買おうかなって思ってるぐらい、マジで、そう、あのなんかちっちゃいところで一緒にどっかに行くっていうのは、うん、いい体験だなと思ったんですよね。なんか心の距離がなんかそう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 、ぐっときますよね。きますよね、うん、なんかそうでね、旅で来た人とかって結構行けないじゃん。うん、はい、あ、そう、はいはいはい、そうですね。だから、うん、なんかそういう人がこう、確かに乗せてきますみたいな。そうそう、なんかそういうページってなんかね、マッチングできるね、なんか場所をなんかどっか作ってもいいかもしれないですね。本当ですね。当日の移動で困ったらな。うん、こちらでちょっと聞いてみてください、うん、ね、せっかく一人で行くんだったら二人三、うん、人乗せても ね本当に別にぜひ何かが減るわけでもないし、はいはい、そこでまたコミュニケーション生まれたりとかあると思うんで、はい、なんかそのそういうみんなで作っていく感、うん、はい、嬉しいですね。そうですね、開かれた場であれば嬉しいですね、うんうん、いや残念だねもうちょっと残念だね。うわ、まあまあしょうがない、実家帰るんだ、しょうがないよそれは。あ、でもジン君も帰るって言って。あ、ジン君もそう、はい、ジン君でも何人か知ってますよ、チケット取り直して。あ、マジで。そう、住吉優さんとか。あ、優さんとか、次の日に延期してくれ。あ、マジっすか、すげえなあれ本当にありがたいなと思って、ね、でも優さんもやっぱ見たいんじゃないですか。いや、そうでしょう、ね。まあ、ほぼ本当優さんにいただいたご縁みたいなもので、うんうん、はい、ね、すごいやっぱりハブ、ね、うん、なってる方なので。いやいや、それはね、やっぱライブで見るのと映像で見るのはやっぱまた別ですか、ね、同じ空間、またそういうことを言う。まあ、やっぱ同じ空気を吸いたいっていうのはありますよね同じ空間にいるこの音の振動とか、本当ですかね、まあ、そういうのを俺は楽しめるんだな。嘘嘘嘘、冗談よ、はいはい、うん、そう、スケジュール帳だったんですよまあまあ、でも本当来れる人、興味を持った人、あの、うん、ぜひ、はい、ね、12月30日何時なんとかって決まってます。14時に、はい、スタートしよう。14時スタート、14時スタート、うん、はい、ただ会場12時半ぐらい。あ、 OK、はい、早く開けてもご飯食べたり、うん、ちょっとプチ忘年会みたいな、うん、はい、なるほどなるほど、また後も食べれます。その辺を、まあ、また概要欄にもね、はい、そうですね、詳細スケジュールとかもちゃんと、ね、うん、やりましょう、上げていくので、まあ、そちらを確認していただけたらと思います、はい、います。本当本当みんなで作りましょう。ありがとうございます、はい、あの来るだけで作品になりますからね。本当に本当にそうですね、本当に、うんうん、僕もあのぜひ写真で、はいはいはい、写真はもう写真参加で撮れないけど、はい、多分 SNS でブワーッと拡散してくれるはずなんで、でもその写真にね、はい、来れない方もこういていただくと、あ、写真でもやっぱり嬉しいですね。初めて行ったアースクリーンの写真もね、え、もう懐かしいですね。だいぶ昔のことのように、だいぶ昔ですよね。もう3年ぐらい前じゃないかなっていうぐらい思う気持ちはね、気持ちは気持ちは。でも多分今年の去年ですか、ね、あ、去年か、うん、去年の夏とか、あ、去年の夏でしたっけ。なるほど、ね、
やでもそうだいぶ時間あ去年の夏か、はい、そっかそっか友達だいぶ増えました石垣はいもうそうですねゼロできてるんでもう早い早いであんなにあの中に閉じこもって地域に閉じこもってた人が、ね、今や、ね、ここまで開けていやもう徳さんもうあれですよ石垣島の超あれですよ、ね、いやいや人気者になって島にこもってるかもありますけどあそうかそうか逆に島か京都の山で、ね、あなるほどそうですねまあこんなことを聞くの野暮かもしれないですけど、はいはい、徳さんはあんま考えてないかもしれないですけど、はいはいまあ、今後どうしたいみたいなのもあるんですか、うん、ね本当考えてないのが一番なんですけど、うん、なんかでもこうそうですね、まあ、今本当にやってるそのいろんな僕は体って言うんですけど、はいはい、なんか例えば今回もいろんなジャンルの人と、はい、交わってますけど、うん、ジャンルとか国籍だったり、はい、いろんなそのボーダーがあるけど、はいはい、そういうものをこう本当にチャンプルか、はい、チャンプルして、はいうん、あの何か場を生み出していくっていうのをもっともっとやってみたいろんな人といろんな場所でやってみて、あいいっすね、素晴らしい。その中でなんか何が見えてくるんだろうっていうのが今楽しみな段階ですね。今後もそういう創作活動、はい、楽しみにしてます。やっていくんですね。おそらく、はいはい、いや楽しみだね。楽しいですね。いい話聞けました。いやいやありがとうございます。いやもう本当皆さんあの12月30日はい、ね、はい、ちょっと石垣の中で遠いとこですけど、はい、まあでもあそこでやることに多分すごい意味があって、はい、その遠いフィルターを超えてくる人が多分その日にそこで作品と化すんでしょうね、はい、そうですね、そうです。だからみんなで作品なりに集まりましょう、はい、はい、はい、というわけで、はい、今日は徳さん、徳山高弘さん、はい、にお話をお伺いしました、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。